はい、今回は日ハムショート争いということでね、まあ谷内さんとかね、まあ上野くんとか、まあ細川くんとか、まあいますけれども、まあその中でも、石井、中島、平沼、この3人をね、ピックアップして、その3人の2020年の成績をね、まあ比較して、そして最後にはその3人がね、今シーズンこういう風な感じで、いたやってほしいなみたいな、そんな感じのねことを言って、この動画を終わりたいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、まず出場試合数から見ていきますか。ショートの試合出場数は中島選手が84試合、平沼選手が41試合で、石井選手が38試合ですね。まあ最多は中島選手となっておりまして、そして開幕スタメンこそね、石井さんが掴んだんですけど、まあ石井さんは9月の後半とかはね、2軍落ちして、そのまま2軍でシーズンを終えるっていう形で、そして後半戦はね、それと対照的に平沼くんもね、台頭してきて、まあレギュラーも多かった感じですよね。はい、続いて打撃成績ですね。3人比較していきましょう。まあ左下のグラフ見ていただけると、緑色の平沼くんの成績が、一番どの項目でもいいのが分かりますよね。まあそれでも右上の表を見てくれると、まあ数字として見てみると、3人どちらも皆さんなんか、まあ穏やかというか、まあ控えめな成績となっておるので、まあ2021年はもっとこの数字を上げてほしいなっていう感じですよね。はい、続いて、盗塁の方と選球眼の方を見ていきますか。まず左の盗塁の方から、中島さんが、11盗塁でチーム2位の記録ということで、そして平沼くんが3回チャレンジの1回成功、石井くんが2つチャレンジして1回成功ということになってますね。はい、そして右側の選球眼の方いきますか。まあ、BBK で表してますね。まあ、この BBK は私も取り扱うの初めてなんですけど、まあ、式でいくと、四球割る三振ということで、まあ、基準がわかんないよっていう感じなんでね、下に、主力野手4人のね、値を貼っておきました。まあ、近藤西川ね、結構もう異常とも言える、もう1を超えてるんですね、BBK。まあ、その中でね、ショート3人を比較していくと、まあ、中島選手が 0.611 ということで、まあ、そこそこの値なんじゃないかなと思いますね。まあ、逆に石井君が心配になる数字ですね、これは。はい。はい、そして最後、守備いきますか。すみません、UZR だからちょっと引っ張ってこれなくて、ちょっと守備率と失策の表をとりあえず作ったんですけども、まあ、見てわかる通り、中島選手はもうパ・リーグトップの、守備率、9割9分2厘ということで、まあ、そして、対照的に平沼選手は9割5分4厘で6失策ということで、まあ、皆さんご存知の通り、守備が課題かなという感じですよね。はい、そして最後まとめになりますけども、まあとりあえず2021年、まあ中島選手は、まああれですかね、打撃の面ではその粘りでいったり、その打撃成績においてはその2015年とか2016年ぐらいの、まあ水準に戻ってくれば、まあかなりいいのかなっていう感じですよね。まあそして守備に関してはその日ハムではね、一番うまいのかなって思ってるんで、引き続きね、いいプレーを期待したいなっていう感じですかね。はい、そして石井さんですけどね、まあ中島選手とね、平沼選手が、まあ出場していく中で、まあ、その中で自分がどのようにチャンスをつかむかっていうところでね、まあ、実力でね、もう石井を使わざるを得ないなみたいな、もうこれ使うしかないみたいな、そんな感じのね、シーズンにしてほしいなと思ってます。はい、そして最後平沼くんですがね、まあブレイクしてほしいって書いてますが、まあその言葉通りですね。まあ打撃フォームとかもまあいろいろ少し改良してんのかなっていう感じですけどもね、まあそうやって変えていく中でね、それがまあいい方向に転がればいいなと思ってます。そして先ほども課題の面言いましたが、まあ本人が一番分かってると思うんでね、まあそこは改善していってくれるということを信じていきましょう。まあそして、他の面ですが、出場試合数が2021年、まあ結構増えるんじゃないかなって、まあ私の勝手な予想をしてるんでね、コンディションの面でその1年間を通してその1軍に行って試合に出続けるっていうことで、その好不調の波はあると思うんですけども、まあその中でもね、自分をコントロールしていくというか、自分のコンディションをね、整えていくっていうところもね、1年間で成長していってくれたらいいなと個人的に思っています。まあこんな感じですかね。はい、今回の動画は以上になります。まあこんな感じで日ハムの動画をね、出してるんで、よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではさようなら。